テレビ朝日報道ステーションが壊れる杉田美桜の LGBT 発言で先日放送された報道ステーションが杉田美桜議員の LGBT に関する発言について次のような報道を行いました自民党がやらなければいけないのはなぜ杉田議員を中国ブロック1位で名簿に記載したかだその理由について一切説明がない そこを聞けば今回の LGBT 問題の根っこが見えてくるとなっているんですがこの LGBT に関する発言と選挙の名簿の順位全く関係がないんですけどもなぜこんな意味不明な報道ができるんでしょうか私には理解できません皆様はこの報道ステーションの内容を理解できますかこの LGBT 簡単に説明をいたしますと、レズ、ゲイ、バイ、トランスジェンダー,、えー、性同一性障害の方々の略称であり、レズ、ゲイ、バイについてはただの性癖でありますので、国がわざわざ支援するような必要はございません。また、トランスジェンダー、T の部分ですね、これについては性同一性障害でありますので、障害ということで可能な限りの支援が必要とされておりますが、現状、 政府として、日本国がですね、LGBT に対する何らかの規制差別を行っている事実はなく、今回の杉田議員の発言についても、LGBT の方々と話をしていく中で、事実として LGBT の方々に生産性がないと発言をしただけであり、杉田議員が雑誌に投稿した 文章全体を読みますと LGBT の方々に差別的な意図があるようには全く思えません。そもそも LGBT の方々同性同士で男同士女同士で交際をしていたら子供は産めない生産ができないことは事実として理解しているわけでありそれを指摘しても差別にはならないでしょう。 今回、簡単にですね、LGBT に対して日本で差別が行われているのか調べましたところ、当然政府は何もしておりませんし、また民間においても、例えば結婚式場は、他のカップルと同じように LGBT の方々に対しても、式場を貸し出して、結婚式を挙げてもらっています。本当に、 いくら探してもですね、差別されているという事実が確認できず、杉田議員の発言も LGBT の方々に対する差別ではございませんので、なぜこのような問題にされているのかすら理解できません。その理由を簡単にですね、説明いたしますと、この LGBT 系の団体、こちらに 芝木隊などの反日勢力、犯罪集団が浸透しつつあり、団体が乗っ取られてしまっております。芝木隊などの犯罪集団は、自分たちが活動していることを隠すために、今回、LGBT をですね、悪用して、騒ぎを起こしており、その結果、LGBT の方々が、 あたかも差別されているかのようにでっち上げられて、その結果、LGBT の方々が差別されているような状況になってしまい、おかしな団体によって犯罪集団によって、LGBT の方々に被害が及びつつあります。インターネット上で LGBT の方々が私たちは差別されていないと、 事実を言うだけでですね、そういった犯罪集団が一斉に LGBT の方々を攻撃して言論弾圧を行う。こういった異常な状況になってしまっており、もう本当にですね、意味がわかりません。今後、警察や公安調査庁の資料に LGBT 系の団体にですね、他の労働組合と同じように、 おかしな勢力が危険な勢力が浸透しつつあると、そういった記述が出てくるんじゃないでしょうか。皆様、LGBT どうこう、普段の生活の中で周りにそういった方がいても差別をするなんて方は、一切ですね、いないはずです。それが真実であり、今、ああだこうだと騒がれているものは、ただ、 捏造されたものでありますので、今後も LGBT の方々、何の罪もない方々が悪用されて、攻撃にですね、悪用されて、被害が及ぶことがないように、皆様、ご協力をお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。